71回目の2部ですね。はい。と、行こうか、DVD。これ、現代がね、イタリア語なんだよ。はい。で、もう放題に行くね。はい。ごめんね。本当は現代で行きたいんだけどさ。黄金の7人、7人。はい。です。あ、そうそうそう。知ってる？何をですか？パチンコでさ、はい、仮面ライダーあるじゃん。はい。で、あ、そうか、テレビ見ないからだけど、今ね、ネットでもやるよ。今日楽が出せるやつでしょ。7人の仮面ライダーが出てくるのあるじゃん。はい、あれってさ、7人ライダーっていうじゃん。はい。あの中で。昔ね、あれ7人、ストロンガーまでのやつってね、はい、7人ライダーって言ってたの。確かにそうやね。うん。多分7っていうのが1に聞こえ、要するに、発音上はっきり聞こえないから、はっきりしないから、判別しないから7人って言ってると思うんだけど、うん、昔7人だったのに、あ、今7人って言うんだと思った。またこれも、あれですか。うち帰れ、もしかしたらうちに帰れない人が。うちに帰れないまま、7人ってたまたま読んじゃっただけなのかな。え、あの、数字を1234567としか読めなくなってて、うん、ってこと？の可能性もまあ、まあ、なきにしもあらずな気はするかな。まあ一応多分許可取ってるから、石の森プロに。いや、わからんやんか。石の森プロの人も、世代がいろいろ変わって。いや、でも多分一番上の人って息子さんやから、僕と同じぐらいかちょっと上なのよ。はい、だからそういう世代のはずなので、あとその下で働く人たちも、中核になる人は僕らと同じぐらいの年代のはずやから、間違うはずないんだけど。え、でも、ほら、そのパチンコ屋のところでも、うん、今、世の中の大概の企業の中核となるのって、僕らぐらいの年代やで、うん、かもうちょっと上やでさ、うん、仮面ライダー見てないっていう話はないと思うので、うん、そんな、うん、そんなね、昔で言うとこの、こう、教育熱心な家庭でない限り。そう思うんだけどね。うんいやなんかちょっとね、と思ったんで、はい、7人なのか7人なのかっていうところが。でも7じゃないのかな ?7 人の侍やからね、7人の侍って言わないからね。うん。7と2でしょ、うん、?7 やろ、うん。うん。まあ、江戸っ子でもない限りはね、うん、7人っては言わないと思うけどね。まあ、とにかくそういうことですよ。はい、うん。これ、イタリアの映画なのよ。はい、ここもね、洒落た感じで作んないけど、はい、これは、単純に、70年代の最先端をやったらたまたまこうなっただけ。あ、たまたま。うん。偶然。ファッション的なところに関しては、そこの先端をやったら、先端というか、おしゃれさん状態にしたらこうなっただけ。はい、別に、70年代を70年代として捉えてとか、そういうことじゃないと思う。うん。まあ、流れるまま作ったよね。うん、まあ、精一杯おしゃれした感じはこれってことですよ。うん。そこに冷静さがないってことですね。うん。泥棒ものですよ。はい。イタリアの映画って泥棒もの好きやね。まあ、マフィアの国やからね。ほら、日本でヤクザ映画が流行ったりするのと一緒やで。うん、まあ、でもマフィアは泥棒ではないよ。ああ、違うけどさ。ほんでね、泥棒で、タイトルに7人が出てくるってことは、はい、どういうことがわかりますか？集団なわけですよ、はい。集団で物取りといえば、ここを意外と紹介してますね。はい。いろいろありますね。はい。はい、放題ミニミニ大作戦。うん。まあ、イタリアンジョブもそうやし、うん。うん。オーシャンズもそうやし。うん、他何があったっけ？まあまあ、そんなもんとしましょう。はい、まあ、そういう手合いですよ。はい。すまん、以上。あ、でも、ちょっと話を広げるようにすると、うん、ミニミニ大作戦が、うん、現代がイタリアンジョブっていうぐらいなので、うん、なんか集団で泥棒っていうと、イタリアっぽいのかな？まあ、イタリアの仕事って感じなんやろね。うん、きっとヨーロッパの方で、その手の、こう、うん、大掛かりな、泥棒さんは、なんかちょっと皮肉った感じの、うん、で、イタリアンジョブなんやろね。うん。うん、で、これはね、なんか、
あの、パッケージの裏を見ると、はい、ルパン三世の元ネタ的なことが書いてあるわけよ。多分、うん、モンキーパンチさんは見てても、これをいちいち、なんか、どっかパクってやろうって思ってたんじゃないと思うのよ。はい、たまたま似ただけだと思うんだけど、はい、同じように女の人に、うん、主人公というか、その、泥棒集団が、はい、若干振り回されるところがあったり、あと、昔、やっぱちょっと70年代は、いい近辺は、はい、泥棒は必ず失敗するね。ああ、だからダメやからでしょ？うん。どういうかわからないけど、うん、今の、ほら、イタリアンジョブじゃないミニミニ大作戦も、オーシャンズ11、12も、はい、オーシャンたちね。オーシャンたちも、基本的に成功してるじゃない。うん、最後、ウハウハイと後でね。あと、他にも、泥棒するのとかあるでしょ。そういうのみんな成功してるじゃん。うん、基本的に手に入れてるね。うん。あ、そうかそうか、そうだね。別に泥棒じゃないけど、ずっと僕が子供の頃にやってた、インディージョーンズとかって基本的には泥棒やんか。うん。家庭に採掘いってるんで。うん、でもあれ、ハムナプトラ的なのとかも、ね。うん、そうそう。あれってさ、うん、結局最後手に入れれてないじゃんか、やっぱり。うんうん、結構トホホな感じやんか、うん、その遺跡の発掘とかっていう点で考えると、うん、だけどそういえば最近のってなんかそのええ感じになってる、ね、泥棒成功してるでしょ。うん、よくないね。全く若干義賊的にして成功させてるっていう感じがする、うん、ね。うん、要するにこれは義賊として盗むんだよっていう風にしてる気がする、うん、大義名分をつけてるね。そう、ね、昔のってなんか泥棒すんだけど、失敗してる、うん。この黄金の7人も、これ、この後ずっと、なんか人気があったみたいで、ちょっと続編があるのよ。はい、それ見てないんで分かんないんだけど、それでも、こいつは失敗してんのよ、最後。失敗して証拠りもなく、また泥棒を繰り返すっていう。うん。なんか昔のは、うまくいってそうで、結果最後失敗。っていう風になぜかしてる。それはわざとじゃないかな、やっぱり。うん、まあ、所詮泥棒では手に入れられないっていうように、オチになっててくれないと困るしね。これはハリウッドじゃなくてもそういうことみたいね。うん。うん、でもこれまた多分、おしゃれさんを見るとちょうどいいと思いますよ。いいですね。ただ映像的には、はい、オーシャンズ24じゃない、オーシャンズ12とか、はい、オーシャンズ30とか、はい、あと、ボーンアルティメタムとか、はい、ボーンシリーズよね。うん。が、あと、ダイハード的なのは、一切なく。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 派手なとこはなしで。派手なとこはなし。はい、何ですか。あと、リメイク版のチャイニーズじゃねえや、チャーリーズエンジェル的なとこもなく、あ、チャイニーズエンジェルっていうのを作ればいいんか。ありそうやね。あるんじゃないの？またなんかすっごい、またつまんない感じのチープなところで。うん、たまたま間違えただけだけどさ。いや、そういうようなアクションもなく。なく。うん。ね。うん、チャーリーズエンジェルよりもチャイニーズエンジェルの方が無駄なアクションがありそうな気がしてきたな、今な。で、まあ、そんな感じで、はい、なんだけど、おしゃれさんにはちょうどいいと思いますよ。ああ、黄金の七にはいいと思いますよ。例えばほら、昔のルパン三世のアニメとか、はい、だから、これに対応するルパンの映画っていうと、一番初めの、クローン人間が出てくるやつ。はい、クローン人間とか、あの、魔王が、ね。魔王が出てくるやつ、はい。あれぐらいしか当てはまらないんだけどね。とか、うん、あと、昔の、緑のジャケットの時のテレビ版の、テレビ版あーと最初の方の、ね、うん、の回とか、それぐらいしか当てはまらないんだけど、ほら、アニメ嫌だとか思うじゃない。おしゃれさん。あ、おしゃれさんはね。アニメ嫌だとか、うん、その分け隔てなく映像だったら見れるっていう映像力がないから。はい。うん。まあね、まあ、映像力。見る前に規制がかかってる、ね。そうか、僕は何、そういう、なんかどっかの大学に行って映像力とかっていう論文を書けばいいのか。ああ、で、本とか書いたらいいのか。ああ、それ書いてこう、寄稿してみるとこう、ね。
ただ、それ、よくわかってないんだよ。勘。勘。あ、だから、学者はそれを一生懸命考えて、文章にして、うん。だって多分ね、その映像力がどうのこうのっていうことをやるぐらいだったら、僕はそれよりも映画を作った方がいいと思ってしまう。あー、でもほらほら、学者っていうのは自分では作れないけれども、うん、語りたい人がなるものなので。だって多分、映像力っていう言語化してる時点で、映像力がうんぬんっていうことと、言ってることとやってることが違うわけだから、うん。だから映像力って言ってるんだったら、それを映像にして見せればいいだけのことじゃん。うん。本当ならね。うん、そうでしょ。だけど、それを言語化してるってことは、映像化できないから言語化。うん。で、いや、だからその時点で矛盾があるわけやから、うん。うん、だから多分やらないよ。はい、わけで、まあ、そういう具合だから、はい、なんかアニメ嫌だとか思うじゃない。はい。そうでもなんか、例えば、一緒に見たい映画とかってなったら、これいいですよ。黄金の七人。黄金の七人。おしゃれさんにはいいですよ。なんやったら、なんか、モニターとか、空手チョップとかして、白黒にしてみたらいいですよ。ああ。それ、一生白黒になってもやか。あ、ま、次の何か見ても、マトリックスとか見ても、白黒ですけどね。ね、まあまあまあ、マトリックス一番最後白黒でも、まあ、大して変わらないな映像なんで、うん、いいかなとは思うけど。だから、で、なんでデアデビルかわからんけど、デアデビルとかも白黒ですよ。キャプテンアメリカとか？そうそう。キャプテンアメリカの実写は最近やってないから、X メンとかも、うん、白黒です。うん、なわけで、これはいいと思いますよ。続編もあるんで、はい、多分ね、見てないけどね、すぐ別のものに切り替えた方がいいと思うよ。なんか他のそういう、はい、なんていうの、例えばスパイアクション的なものに変えたりとか切り替えていった方がいいと思う。ミッションインポッシブルとか。ミッションインポッシブル的な、はい、うん、こういう感じの何こうおしゃれさんっぽいスパイ映画とか、まあ、泥棒映画ちょっと作りづらいかもしれないけど、あ、ゲームで泥棒ってダメなんだって。ん、ゲームで主人公が泥棒っていうのってダメなんだって。あ、そう。企画として成立させないんだって。先、その時点でノーになるんだって。要するに、主人公が非合法な職業についているっていうのが罰なんだって。まあまあ、まずいやろうね。うん。うん。ただでさえ叩かれやすいでね。うん。うん。で、ってなことなんだけども、うん、だからこういう、例えばおしゃれな、まあオースティン・パワーズがあるか。あ、じゃあオースティン・パワーズ見ればいいよ。あ、でもオースティン・パワーズ、うん、ややおしゃれさん。いや、おしゃれさんで、ハードルがある、下品さん、ね。おしゃれさんでスパイものやんか。問題ないやんか。じゃあもうオースティン・パワーズ。これの後に見るのはオースティン・パワーズ。でも黄金の七人を見て、オースティン・パワーズのあれいいやん。三つあるから。オースティン・パワーズを見て、うん、笑える。あれをちゃんと下品さも含めて。いや、別に笑わなくていいやもん。おしゃれさんのおしゃれ部分だけでいいやん。おしゃれ部分だけで。うん、おしゃれ部分だけで、おしゃれなスパイモノ。おしゃれじゃないと思うけど。おしゃれなスパイモノでいいやない。うん。それはあれやね、イギリス人のギャグセンスを下品なのを笑い飛ばせるような人でないと、おしゃれさんになれないでね。うん、だからいいじゃない、それで。でも、ああ、こういう方向には日本の映画向かわないんやね。そういえばね。だからって、ほら、お金がないから、うん、資本っていうか予算がないから、ハリウッドで作ってるような大掛かりな SF、VFX のある映画は、うん、まあ、やっぱ難しいやんか。どうやったって難しかったじゃん。ね、お金がかかる、うん。単純にお金がかかるしね。うん、技術もあれやけど。そう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 。まずは金がないでね。うん、だから、特に特撮なんか毛嫌いするじゃん。なぜかわからないけど。ああ、そうや、うん。なぜか毛嫌いするじゃん。うん。うん、でも、じゃあ特撮なしでやったら、お金がかかりすぎたり、できないことがいっぱいあったりして、結果的に映画として成立しないじゃんね。ってことは作んなって言ってるわけだから、そっちの道はまあありえないわけじゃない。が、果敢に挑戦する人たちはいるけど、やっぱり今のところは主流にはならないでしょう。で、じゃあ主流は何かって言ったら、なんかどんくさい
いい感じのばっかりじゃん。まあ変な恋愛映画ばっかりね、うん。でもその変な恋愛映画の中でも、お涙ちょうだいじゃなくて、こういうおしゃれさんなのって、作ったらあかんの？だって、なんで、だって日本人でも、ファッションモデルの人とかバラエティとかいっぱい出てんじゃん。で、あの人たち、ちゃんとモデルの仕事してんじゃんね。っていうぐらい、おしゃれさんとかいっぱいいるじゃん。で、ファッション雑誌はいっぱい売れてるじゃん。はい。うん。で、ちゃんとモデルで、クソ映画って言われたデビルマンのシレーヌやった人とか、ちゃんとした、なんか、ヨーロッパのモデルさんやってんじゃん。うん、顔は草薙くんに似てるけど。うん。まあまあまあ、でも、まあ、西洋において日本人の役割はああいうもんやね。うん。ポジションはそういう、うん、そういうキャラだから、空気を読んでそのキャラを演じてるんだと思うけど、うん、でも、出てんじゃん。ってことは、日本で別におしゃれさんがいないわけじゃないやん。うん、で、おしゃれさんは映画見たりするじゃん。で、レッドカーペットとか言うじゃん。うん、ってことは、おしゃれさんが出演する映画じゃなくて、おしゃれな、ファッショナブルな映画って作ったらダメなの？ああ、きっと求めてるものが違うやろ、ね。ファッショナブルな映画って、あったとしても、すごくマイナーなところにしかないじゃん。うん、なんでないのかなと思って。ああ、だからその。だって、サクランって例えば作ったとしても、うん、サクランは、あれは、ああいう漫画があって、うん、そういうキャラクターの中にいるだけじゃん。うん。うん、だから、ここの黄金の7人とか、あと、この前言ったカジノロワイヤルとかは、別にオシャレ、ファッションを中心にしてる映画じゃないじゃん。例えば、オースティン・パワーズだって、おしゃれを中心にしてる、ファッションを中心にしてる映画じゃないけど、ファッショナブルにしてるじゃん。うん、まあ、あれは笑わそうとしてるから、たり、茶化そうとしてるから、そのおしゃれは違う意味で使われているけど、うん、でも、おしゃれ、ファッションの映画じゃないじゃん。うん、ファッションじゃない、ね、おしゃれにしてるけど、うんうん。そういう映画って日本で作んないか。例えば、ほら、あんまり、僕は好きじゃないけど、ヒーローとかあるじゃん。はい。あれだって別に、ファッショナブルな映画にしてもいいわけじゃん。あ、でもファッショナブルではないね。だって、木村拓哉さん演じる人や、その周りにいる仲間たちは、その、いわゆる現代のヒーローを演じているかもしれないけど、まあ、洒落た格好はしてるよ。洒落た格好はしてるけど、決してファッショナブルではないじゃん。うん、その、なんていうの、そこにあった役柄の衣装を着ているに過ぎないじゃん。役上のね、うん、だからほら、昔さ、トレンディードラマが流行ったじゃん、バブルの頃に。あれが限界なんじゃないの、日本では。ああ、だって、スター・ウォーズだって、ニュートリロジーは、における、ほら、アミダラ女王だったり、はい、アミダラさんは、はい、あ、パドメさん。パドメさんは常に、あの女王じゃなくなってからでも意味もなく衣装やメイクや髪型を変えてたじゃん、うん、誰やねんっていう感じ出てくるぐらい変わってたね、出てくるたびに変え、うん、カットシーンが変わるたびに衣装、うん、要するにもう 見た目が変わるぐらい変わってたじゃん、うん、というようなことは日本でもないじゃん、日本でないじゃん、ないね、うん、制服かよって感じやでね、うん、みんなドラえもんに出てくる子供たちみたいにピチッと同じ格好だったりとか、うんねね、パンツ下げたら同じ服並んでそんな感じやでね。で、例えば衣装を頑張ってしてた、考えてあったとしても、その生活やそのキャラクターに根ざした衣装っていうのはもちろん考えられてるんだけど、うん、それを超えたファッションっていう風にはなってないじゃんね。そういう映画って、だからおしゃれなスパイとかいてもいいじゃん。うん、それはあれだよ、ほら、さっき言ったトレンディドラマがきっと限界で、うん、で、なんでか知らないけど、役者志向だからみんな、うん、芸能人の皆さんは、うん、そういうのドラマに出る人って、うん、だからそういうところで変なリアリティを求めたりとかしてるから、うん、そういうファッショナブルな状況っていうのを良しとしないのかな。うん、ああね、ほら、松島奈々子が出た大和なでしこっていうの、うん、貧乏なんだけど、うん、お嬢様のふりをしてるっていう役柄の時、それはキャラクターじゃん。時は、その当時、お嬢様と言われるような格好をひたすらしていくっていうのがあったけど、それは役柄というかキャラクターですから、うん、それが限界なんだ。だからそれを見ても、それの時に出てる他の、
同じキャビンアテンダントをやってる、人とかのファッションとかっていうのも小綺麗にはしてるし、確かに流行りのものではあるけれども、ファッショナブルではない、っていうのがあるから、まあ、時代的にファッショナブルでないっていうのもあるのかもしれないけど、じゃあちょっと一回曲いきましょうか、はい、いや黄金の7人だけにボーンアイドルでサーフオンザゴールデンウェーブ。We wave with the new breeze. The golden wave comes for us. The golden wave comes for us. Now.ちょっとちょっと、サーフィンやってんのいいけど、ここどこだよ。もしかして流されちゃった？うわ、漂流してんじゃんこれ。やばいねこれ。あ、でもほら、あれ、海岸見えてきたよ。どこどこ？あ、ほんとほんと。乗ってきたね、なんか。乗ってきたね。乗ってきたね。でもどこの国あれ？ノルウェーじゃね？サーフオンザゴールデンウェイブー。ボーアイドル、サーフオンザゴールデンウェイブ。スカンクラジオ。そういやね、ファッションなのあった。そういえば見たことある。ゴハット、そうです。ゴハットっていうのは、まだ出てきてないんですけど、大島なぎささんの今のところ一番最後の映画ですね。あれですよ。あれ。新選組の話。はい。なんやけど、新選組といえば、普通、白地に、こう、ギザギザの黒いの。誠やね。うん、ギザギザの黒いのが入ってるのが、よく制服になってるでしょ。黒いの？紺色じゃなくて？全体が白で、こう袖のとこがこう黒くなったりしてるっていうのがよく見るやつじゃん。はいはい、でも、ゴハットの中では、そうではなくて、全身真っ黒なんですよ。
ほうほう。あ、なるほどね。要するにファッションにしてるの。ファッションだね。こういう意味です。わかった？わかるわかる。うん。僕が言いたいファッションの映画ってそういう意味。うん。うん、要は、服装をもうちょっと、ちゃんとファッションにしてあげるっていうことを。小綺麗にするとか、流行りっていうものではなく、うん、ちゃんとファッションにしてあげる。要するに、衣装以上にしてあげるっていうことをした映画って、で、それはたまたま時代劇なのと、まあ、監督で差別してはいかんけど、大島渚さんの映画だからっていうのも、こう出てきてしまうじゃん。そうやね。特別な感じになっちゃうじゃん。うん、あ、衣装は和田恵美さんなんだけど、うん。でもそれを使うかどうか監督でね。うん。うん、で、そうなっちゃうでしょ？で、そうじゃなくて、普通の、一般の現代で、あと新選組だもんだから余計特殊に見えちゃうじゃん、うんうん、でそうじゃなくて普通の現代劇っていうの、今の時代をなんていうの、舞台にした映画で、もうちょっとファッショナブルというか、こうもうちょっとファッションのちゃんとした映画って、おしゃれな映画、おしゃれにした映画って日本でなんで作んないのかなっていう不思議。だから鼻についちゃうかもしれないし、そのなんかいかにもちょっと偉い人に見えちゃうかもしれないけど、でも昔から女優さんとかって綺麗な格好とかしてるのが女優さんだと思ってる人の方が多いわけだし、女優さんの半分くらいはそう思ってるじゃない。けど女優さんだって役者で演技をしてるだけなんだから、汚い格好だってするのなんか当たり前じゃん。うん、何でもやるでね。うん。で、本来は、綺麗な格好をするのが女優さんじゃないやん。汚い格好だってするのは当たり前だし、役に合わせてやるだけのことなんです。アクター、アクトレスやでね、うん。役を演じるだけやでね。うん、そうでしょ。にもかかわらず、なんか知らんけど、女優さんは綺麗な格好をする。とか、みんな思ってるじゃん、はい。うん。そんなはずないのに。まあ、主役の女優さんは綺麗な格好をしてる人が多いんやろね。でもそんなはずないじゃん。うん。うん。で、にもかかわらず、なんか、そうなら、うん、なんかそう思い込んでるじゃん、はい。綺麗な格好をしてると思ってるじゃん。で、だったら、綺麗な格好をしてる映画って作ったっていいのにって思うんだけど。ないね。うん。映画ではないな。うん、まあ、それよりも、なんていうの、次々と不幸がやってきて、最後死ぬとかっていう、で、泣くっていう方が。そうでしょ、手塚治虫言うとこの、不幸があれば、客は食いつくっていうようなのを実践してるだけやんか。うん。今頃になってね。うん。うん、それですら漫画がすでに勝ってるってことなんだ。うん、その漫画の勝ち負けじゃないけど、ただ漫画を卑下する、っていうことはこれでできないってことなんだけどね。ファッションの映画じゃないんだけど、うん、テレビドラマで深田恭子が言った富豪デカ、うん、あれ元々のさ、筒井康隆の小説では富豪デカ の主人公って男の人なのね、うん、女じゃない、ね、だけど深田恭子を使ってるっていうこともあるんだと思うけど、うん、女の子にしてるやんか、うん、あれはある意味ファッションっていうのはあるね、うんうんうん、ほらそれでもキャラじゃん、キャラクターじゃん、うん、キャラクターというかキャラじゃん。キャラではあるんやけどね。ああ、まあまあ。ではあるんだけども、わ、それが最近というか僕が知ってるのは、うん、それがぐらいかな、うん。いや、なんか、そういうのって作ったらいいのに、うん、じゃあお前作れよっていうかもしれんけど、うん、でもなんかあったらいいのにと思った。うんうん、その、僕の好き嫌いじゃなくて、そういうのもあってもね。うん。うん、すごくファッション、衣装に気を使う、うん、何こんな抽象的な話衣装に気を使うっていう意味じゃなくて、うん、おしゃれにファッションっていうことを心がけてるっていう映画をってあかんのかなと、うん、あほらさ、日本だとなんだっけ、小津なんだっけ、小津安二郎、小津安二郎の映画を良しとしてるじゃんか、うん、あれを否定するわけではないし、ダメとか言うわけでもないし、うん、いいと思うんだけど、うん、あれが日本映画だっていうふうに、ん思い込んでいる映画好きがたくさんいるようなので、うん、そうなるとファッショナブルな映画とかファッションとしての映画っていうのは
うん、日本映画ではノーと言われてしまうかなっていうのはそんな気はするかな。でも今そんなにみんなそう小津安二郎に縛られてないよ。あ、そう、今の漫画が手塚治虫さんに縛られてない、時和荘の人たちに縛られていないように。うん、え、でもほら、ああいうのを辛抱としていた人たちの下にいる人たちが今の主流やん。あ、だってその次の、その次の人が、お弟子さんたちが、うん、あの、主流になり得てないから。ああ、そうか。だって、手塚治虫さんのお弟子さんのような人たちは主流になったけど、うん、その後の人たちが確実に主流になってるかって言ったらそうじゃないから。うん。うん、そうか。だって、あ、その後を辿っていったら、最終的に手塚治虫さんなり、時和荘の人たちに繋がっていく人が、今、漫画のメインストリームにいるかって言われたら、いないじゃん。いないわね。うん。そうやね。今、辿り着くと鳥山明に行く人の方が遅いもんね。だって鳥山明さんだって、ヒスワシさんぐらいしか弟子、アシスタントがいないわけですよ。うんうん、だけど、あの、大友克洋さんですら、その下に続く、うん、直系のお弟子さんとかはいないわけですよ、うん、まともに。うんうん、だから、無理やりこう探していくとしても、たどり着くのがそこら辺かなと思うから。うん、だから、外野が真似してるっていう人はたくさん、うん、影響を受けてる人っていうのはたくさんいるけれど、直系の人がいないでしょう。うん、だから、縛られているわけでは、そんなに縛られているわけではないので。うん、じゃあ、わかんないな。何かしらのこう近づくヒントがあればと思うけれども、うん、映画もそんなに昔の映画に縛、うん、だって黒沢作品にそんなにみんなし縛られた作品づく映画作りをしてるわけじゃないし、まあそうね、まあ、特に結果的に似てるってのはあってもね、うん、まあ、うん、時期的にあの時代に画期的な作品っていうのを、いや画期的なプロットっていうものを作ってしまったら、あとは真似するしかないっていう時期では。まあ、ビートルズと一緒だよね、うん。やってしまったもんがそうそう、あの時やってしまえば、黎明期に、あの、ね、思いついたもの全部やって。思いついたもの全部やってしまえば、うん、あとはみんな真似するしかないんだから、うん、うん。ということはあったとしても、あと当時黒沢映作品は異端とされていたんで、うん、とにかく切った時に音が出たりす、あ、時代劇で人を切った時に音が出たりするのは、大体からして異端だったんだって。うん、斬新ではなかったんだって。うん、という具合なんで、そんなにみんな昔のものに縛られていて、これが映画だとかっていうわけではないみたいだよ、うん、ハリウッドはちょっとわかんないけど、うん、あそこは学校があるから、うん、ちゃんとした、うん、学校が日本の場合、日本映画学校とかってちゃんとしたところが一つか二つしかないんだけど、ハリウッドの場合はもっとあるし、しかもちゃんとした大学になってるから、うんうん、あそこはてかアメリカはそれがあるかもしれない。そうか、そうなると、うん、わ、あ、なんとなんかすごいな、だんだんそういうことが僕喋れるようになってきてるね。そうですよ。うん。勉強になるな、はい、だから、こう、初めのこう、10回とか20回ぐらいの時に聞いていた人は、うん、最近は映画の話を要するなとか思ってるはずですわ。うん、勉強になってるかもしれないな。それこそ、何なんだって、なんて言っただけ映像力？映像力、うん。忘れてるってことは、ダメじゃねえか。あんまり僕自身がどうでもいいと思ってるってことだね。そうですね。うん、でも、兄、そういう映像力とかっていうことがちゃんとあるってこと？うん、いや、あるのかもしれないけど、あなたは基本的に物事を言語化して説明するってことをめんどくさがるので、うん、だから今も映像力を忘れるぐらいなんで。まあ、興味がないからね。まあね、しょうがないですね。職人気質なんでね。うん、何かを残す気があまりないので。何、まあ、特にそんなに縛られてるわけでもないけれども、うん、なんかね、それを良しとしないんだと思うよ。そういうのを、うん、こう、良いとしていた風潮をどこかで引きずってるんじゃないのかな。うん、まあ、お金はかかるけどね、その代わりに、うん。あと、派手なものを、これ見よがしにするのを、うん、やっぱり、バカにする傾向はあるかな、日本は。その、洒落てるから派手ではないからね。うん、さりげなく、こう、おしゃれな方向、うん、要するに、もうちょっと気を使うってだけのことだから。うん、いや、なんか、やかみがあるんやろ。なんか、ね、そういうの、だって、おしゃれなんとかっていう人もいっぱいいるじゃん。そうそうそう。うん、だから、もう、そういうのを、もうちょっと映像の方に、頑張って、
なんかそういう才能を使ってもいいのにと思った。まあ、あと監督がそれが理解できないかったら、まあ終了はないけどね。あの、あ、何また、それが理解できないと、またどうなるか分かった分かった。また監督もあれか、あの、うちに帰れんまま、そうです。あの、最後字を間違うとか、そういうことか。で、そういう人がやるから、うん、ほら、よくさ、ジャニーズの子とか、あの、俗に言うイケメン俳優と言われる子が、うん、あの、退去する、テレビドラマであったり、うん、映画ではないんだけど、V シメみたいなのとかあるじゃんか。うん、ああいうのって、もちろん演技力は足りないから、さ、そういう子って、うん、だって、ポットでの子とかさ、すぐ出たばかりの子とかを使うから。だから、あれだよ。余計みんな毛嫌いしちゃうんだよ。ね、あ、イケメン俳優と言うと話がずれるから、まあいいや、後から話そう。あ、そんなわけですよ。はい、うん、なんか、日本、だって、特撮はもう、だから頑張れないんだったら、そんなに、あ、でも、ハリウッドから外注来てんだよ。日本の CG スタジオって。うん、だから技術だけは変われていくんだ。うん。だから、使いこなせてないと。だからそこはもう、バッサリ諦めて、うん、あの、アニメとか、その、ハリウッドの外注みたいな格好でいいじゃん。はい。うん。日本の映画、だから、そういうファッションとかなんとかっていう方を頑張るっていう映画作ったらいい。だってそれは特撮じゃないから、うん、その特撮が嫌いな人にも文句は、基本的に文句は言わせないやり方を考えるのが好きなので、はい、そうすれば、そういう特撮が入ってないから、特撮が嫌いな人には文句は言わせないでしょ、うん、で、ブサイクなことにはならないわけだから、文句は言わせないよ、うん。うん。だってみんなブサイク嫌いでしょ、オタクちゃん出てくるのが嫌でしょ、うん、誰もオタクちゃんを好きにはなりたくないじゃない。うん。うん、でも最大の問題が、そういう人は、あの、美人や、綺麗な男の人に対して、やっかみを持つっていう最大の問題があるでね。あ厄介やろ。じゃあなんや、そいつの、うん、そういう奴らの顔を全員バットでぶん殴ってやな。それでもよしというのか。だから、綺麗な人が不幸な目に遭ってればいいのよ。ああ、それはありえないよ。うん。だから、あの、だって、お涙ちょうだいの、それでは非現実的すぎるからさ。だから流行ってた映画とかって、うん、あの、非現実的かもしれないけど、うん、あの、お涙ちょうだいのかわいそうな話で最後主人公が、あの、死んでしまうとか、うん、そういう話がいいってなっちゃう。だって。で、それに出てるのは、ブサイクは嫌だから、うん、あの、病、言ってはないけど、病人がそんなに血色良くて綺麗なわけがねえだろうっていう。うん、だって、うん、ある程度お金があったらさ、最近命助かるからさ。うん、まあまあ、助からんのもあるんやけど、でも、うん。でもそういう病気になってる人って、そういうたくさんお金があるっていう、いう家庭には生まれないし、うん。うん。あと、あの、言うてはなんだが、どうしても見た目も良くなくなってきちゃう。うん。あの、そういう、そういううちに生まれちゃう。うん。うん。あの、僕はリアルであったから、うん、自分の経験上言えることだけど、あの、病気が進んでいくと、うん、あの、どうしても強い薬を使えば髪の毛は抜けたりとか体に変化起きるのね、副作用で。だから、あの、最近ちょっと、あの、流行った、サージリエリカであるとかっていうのがやってた病気とかのやつで、髪の毛抜けるとかって言うけど、あんな綺麗な感じじゃない。うん。うん、もうちょっと、あの、本当にかわいそうや。うん。うん、だから、あの、思ってるのと反対方向な、な雰囲気で、要するに、綺麗に髪の毛が抜けるわけじゃなくて、うん、見るも無残に抜けていくわけじゃない。うんうん、人と会うの嫌だっていう風になるはずだから、うん、だから、あの、癌で闘病している人に、うん、対しての、あの、カツラを提供しましょうというボランティアがあったりとか、うん、あの、乳がんでチブスを取った人に対して、うん、あの、疑似的なものをつけるっていうのの、うん、あの、商売というかボランティア的なものが成り立ったりとか、うん、技師とかっていうののあの、商売が成り立つっていうのはそこにあるわけやから、だから、あんなことがない。いや、だから、あの、日本で、受けるとなったら、綺麗な人が不幸な目に遭う。うん、やっかみもなくなるよっていう。でもさ、綺麗な人 はさ、見た目が綺麗な人、大抵さ、金持ちの方が見た目が良くなるんだね。それは、うん、あの、
それはいいもん食っていい生活してりゃそうなるじゃん。ああ、だから元々の骨格が、うん、要するに目が離れてねえとかそういうことで鼻がむちゃくちゃ上、あの鼻が上がってるとかそういうこととか出っ歯とか、うん、そういうことにはなってないわけよ、うん、だっていいとこの子っていいとこの生活がずっと続いてる家系だもん、うん、うん、それはいいとこが来るさ。でさ、不細工な人と結婚しないだろ、うんだってね、あの顔の歪みってストレスとかでも顔は歪んでくるから、うん、なるべくストレスのない生活の方がいいのね、うん、ということはある程度お金があってとか後天的なことじゃなくて、うん、いや違う、うん、そういうのが脈々と続いていってる家系は自然と、綺麗な顔ですわ、うんうん、歪んだ顔同士がなったら歪んだ顔になるよ、元々生まれるときに、うん、どうやってなことになるなわけでしょ、うんうん、でそうはならないじゃんね。だからあのファンタジーだからさ、でも今そういう空想だってまたこれも矛盾があるわけよ、うんうん、だったら仮面ライダーとか OK なわけになるじゃない。ウルトラマンとかだってもうちょっと大人が見るものとして根本的に OK にしたっていいはずじゃん、うん、ってなことにはならないでしょ、うん、だからそこはそのあれでしょ、前提としてフィルターがかかってるからさ、うん、無理なんでしょ。だってほら僕から見ればあのじゃあウルトラマンや仮面ライダーの見た目にならなければいいわけでしょ。そうそう。でも、うん、そうじゃなかったとしてもやっぱりダメなわけでしょ、うん、だってそういうようなものは他にもいくらでもあるわけだし、うん、ひとまずデビルマンダメだったしね、映画の。ああ、だから映画もあれはまた別の意味でダメだったから、うん、だからもうそれもあるけどさ、うん、でもあだからほら、あの、キャシャーンとかでも、ダメだったわけでしょ、うん、まあ、あれも他の意味でダメだけども。うん、ダメだけど、うん、でも、あの、そのことを引いても、うん、あの、ダメだったでしょ、うん、ダメ、要するにダメって言われちゃうわけでしょ、うんうん、ちょっとどうかなと思った。うん、そういうのを、ちゃんとした普通の映画って作ったらいいのにって思った。もし、あったら教えてほしいなって思うの。じゃあまた来週。